関西百名山は、1998年に、山戸警国社大阪市局により選定された、関西の名山百選である。近畿二府四県に加えて、三重県の鈴鹿山脈、布引山地及び、福井県南西部の野坂山地の山々が、対象範囲となっている。関西百名山とは別に、近畿山岳愛好会の中西正一郎により、 選定された近畿百名山もあり、これらのうち68座が重複する。西日本には2000メートルを超える高山はなく、関西地方も1800から1900メートル級の鉱山は、紀伊半島の大峰山脈に限られ、北部の丹波高地あたりは1000メートルを超える山はない。近畿地方北部は、豪雪地帯ではあるものの、寒冷地である北海道から、 中部山岳にかけて見られる鉱山的要素の山は少ない。深田久谷の日本百名山は標高が選定の基準として重視されている面があり、関西地方で日本百名山に選定されているのは三座のみである。しかしながら、関西地方は古くから政治、経済、文化及び宗教の中心となってきたため、古来山岳資源の山として解散され、 神社仏閣が建立されてきた、名高い山が多い。事実、文化9年に刊行された、谷文庁の日本名山絵では、全88座中、関西の山が26座を占める。関西百名山は、標高だけにはこだわらず、歴史、逸話、人々に、馴染みのある山々を中心に選定された。なお、国土地理院の地形図において、静ヶ岳など、 家の表記となっているものは、関西百名山では、静賀だけなどと表記されている。前日の通り、毎日新聞に連載された近畿百名山がある。その後、1993年に近畿百名山をベースに、地域的な偏りがないように、近畿の名山100が選定され、新ハイキング市の1993年3.4号で発表されたものが現在では、 一般的になっている。それ以前には近畿の名山百座、近畿百山などがあった。近畿百名山と関西百名山では68座が重複している。一方で近畿百名山には以下の32座が選ばれている。ありがとうございます。